彩香のリラックストリームインコケツヨコちゃん。はい、ありがとうございます。この番組は自由が丘コケツヨコちゃんの3階から TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送番組です。皆さんこんにちは、番組 MC の森本彩香です。よろしくお願いします。そして今日のゲストは私の祖父じいちゃんカオルです。よろしくお願いします。ちょっとみんな聞いてくださいよ。もうなんか今日楽しみにしていたあのシンガーソングライターのゲストの方がつい何時間か前にちょっとお腹が痛くていけませんみたいな感じになっちゃってどんだけ軽いんだと思ったんですけども、なんかなので、まあね、どんな時にもね、いろいろとね、人生何が起こるかわからないということで、楽しくじいちゃんとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてね、なんと今日はですね、いろいろとね、ゲストがもしかしたらやってくるかもしれないので、その辺も皆さん楽しみにしていてください。はい、この番組は公開生放送番組ですので、番組の観覧ができちゃいます。コケツヨコ町の場所は自由が丘駅の北口を出てすぐ右側にあるタイガービルコケツヨコ町の3階です。公開収録の観覧には観覧料1時間500円、お食事またはドリンクメニュー1品ご注文ください。そしてコケツヨコ町テナント全店の当日分のレシート、もしくはお食事をされた方には出演者のサインなど特典をゲットすることができますので、お近くの方は今からでもどんどん遊びに来ちゃってください。そしてチャットに参加してくださっている CK バンドゼレオンゴーラブさん、こんにちは。こんにちは。はい、そしてひろみさん、こんにちは。こんにちは。ですね、おじいさまだって、ひろみさんが。あ、そう、うん、困ったね。なんで困るの。はい、ね、あの今ユーストリームをご覧になっている方も、ユーストリームにログインしてどんどん質問など書き込んで参加してください。はい、皆さんで番組をのんびりまったりと、ね、盛り上げていきましょう。皆さんも ご協力お願いします。お願いします。はい、ということでカオルさん紹介コーナーよろしく。はい、ですね、はい、CK バンドさんが、お、今日はジージがメインですか、だって。あ、そう、うん、困る、また困っちゃうの。じゃあ今日はまったりタイの話でもしてくださいって来てますけども、うん、はいはい、ね、ジージと私は、先月ぐらいかな、はい、3、ね、4ヶ月、去年ですね、2人でタイに行ったね、うん、タイに行った、タイ旅行に行ったね、うん、楽しかったよね。その前に、うん、まあ、ちょっと喋りたいことがあるんだけども。本当、うん、何だろう、聞きたいな。それ、まあ、世の中の人たちにも、まあ、分かってもらいたいと思って、それお話しするんだけども。どんな話でしょうか。はい、ガムへ。何ですか、ガムへ。はい、ガム、うん、さやかの、さやかの兄ちゃん、お兄ちゃんね、まあ、結婚した、うん、そうそうそう、結婚式がグアムでありましたね、うん、はい、その時のお話なんだけども。どんな話でしょうか。いや、うん、そのガムっていうとこはもう日本と違って、うん、もう全然もう砂、もう要するに砂自体が、うん、まあ、真っ白だったよね。真っ白で、もうそのそう、うーん、なんていうんかの、うん、綺麗だったよ。そうそうそう、貝の、まあ、割れたような、割れたような ね、そう、本当に綺麗、うん、南国ならではのね、そうそう、はい、そういうとこでもって結婚式をして、うん、したね、ね、それでその時に、まあ、あ、結婚式の時に、はい、教会で、教会で、うん、やりました、やりました。その時に、うん、まあ、教会で、まあ、あの やってる、まあ、結婚式を、うんうんうん、やるのに、うん、日本だと、まあ、そういうことはないんだけど、うん、まあ、ああいう海外のとこだと、うん、雨が、うん、雨季みたいにバーッと降るじゃない。降ります ね、うんうんうん、その時に、まあ、あ、困ったな、まあ、外へ出てその写真を撮るのに、うん、はあ、もうどうなってくんかなっていうようなね、形だったんだよ。そうだね、うん、それで、うん、まあ、その夕立みたいにパパーッと降ってパッとやんじゃう。やんだね、うん、そうそうそう、ね、パッと晴れるんですよね。そうそう、うん、それでもスコールだね、うん、そうそうそう、そういう形でもって外へ出た、うん、はい、それで、まあ、写真を撮ろうって、まあ、僕らも前行ったんだけども、はい、
日本と違って全然もう砂浜も綺麗だからね、真っ白だからね、白でね、うん、それで、うん、でも写真を撮ろうっつって、うん、写真を出して、うん、さあじゃあ撮るよっつって逆に写真機を当てちゃったわけ写真機をね写真機をほんで、はい、撮るよっつってはい、チーズって撮ろうかと思ったらまあ撮ったよ、あ撮ったっつったらさやかが隣にいて、そうなんですよ。じいちゃんが何が言いたいかっていうと要はあの兄ちゃんたお兄ちゃんたちを撮らずに自分をずっと撮ってたっていうそういう話がだから焼き増ししたら、ね、じいちゃんのアップの写真しかなかったっていうねそういうことがありましたね。そうあったよ。もうそれから大丈夫ですか、うん、大丈夫、気をつけてくださいよちょっと、まあ、それからもう、はい、気をつけるようになったんだけど、そうですよ、あれでちょっと慌ててね、はい、もう周りを見ても全然日本と違うんだから、あちょっと慌てちゃって、慌てちゃってね、うん、そうそう、なるほどね。カメラ早く撮ってったところが、もう全部自分だったんだよね、うん、そうそうそう、全部戻っちゃってね。そうなんですよ。ちょっと待ってじいちゃん今、はい、あのリダイアリン病死エレイコ発言って誰ですかこの前。内緒。内緒じゃないよあなた。それは、ね、ちょっとどんだけあなたは浮気者なのよ。石江とか英子とか住子とかいっぱい女の子がいるんですよ。何人彼女いるんだよ。音も出てこない、出てこない、一人もいないよ。困ったな、困った、こっちだよ全く。あそうかね、こんな感じで海外でも本当お調子者だったんですよね。なんでね、お兄ちゃんのせっかくの晴れ姿が全部じいちゃんのアップだったっていうね、そうことがありましたけども、うん、はい。そして、鳥の小町さんこんにちは、いつもダンディーだねおじいちゃんって、やったね、あこんにちは、やってやった、やってやった。そしてひろみさんが今回は貴重な回ですね、楽しいだってよかったよかった、ね、どうもどうも、おじいちゃんと語り合うなんて、ね、ありがとうございました、公共電波を使って、はい、本当にありがとうございます。どうもすみません、すごくいい思い出に、はい、思い出というか、もう一生これも持って帰、もう持って帰っちゃう、持って帰っちゃう、どこに持って帰るんだよ、天国へ持って帰っちゃうやだよ、じいちゃんまだ行かないでねという感じなんですけども実はですね、今日この番組はですね、観覧ができるんですけども、今日もすごくたくさんの方がいらっしゃってくださってる中に、ですね、なんと本日は素敵な方が来てくださって、ちょっとお呼びしちゃいたいと思うんですけど、よろしいですか。はい、じゃあお願いします、ゲームマンさんですはい、じゃあじいちゃんこっちで、はい、どうぞ。あ、ちゃんとマスク持ってきてくださってるんですね、どうぞどうぞ。あ、じいちゃんこれなんて、ちょっとじいちゃんが道を塞いでしまいました。どうもです、どうもゲームマンさん、どうもはい、改めまして、はい、こんにちは。あのですね、ゲームマンさんはですね、実は私が本当にデビュー当時ですね、テレビ東京でですね、ゲームウェーブという番組を伊集院光さん、そしてアンタッチャブルさんとやっていたんですけども、その時にゲームマンさんは結構ゲストで番組に、いやもう、はい、なんかレギュラーというか、そうですよね、はい、もう年一レギュラーで、そうです、5年で5回出演、そうですよね、私もだから私あの番組に3年ぐらいやったのかな、ね、だから2、3回お会いしてますよね、はい、ほらひろみさんにゲームマンさんだって、まあ年一をレギュラーと呼べるかどうかっていうのがまあまあでもね、すごく番組には欠かせない存在だったと私はすごく思ってますよ、はいはい、そうなんですかね、まあ、ちょっとでもね、はい、私一瞬ねいらっしゃった時にあれと思ったんですよ、っていうのが、はい、番組ではいつもこちらの、はいはい、ちょっと編集してくださいよ、はい、はい、ちょっともう今日は本当出るつもりなかったんで、いやいや簡単に来てくださって、何の準備はしてなかったんで、はい、じゃあ別に隠すあれもないと思うんです、本当ですかいや何の準備もしてなかったんですけどめっちゃしてるしいやこれ持ってこないと分かんない、分かってもらえないかなと思って、ゲームマンさんだ、超嬉しい、ゲームの守護神ゲームマンよかった今日は振り覚えてたそうですよね、あれ何年前だって、あれもう10年近く前ですからね、だって最初、はい、スタジオ、はい、森本さん高校生で制服着ていらっしゃってましたから、私いつも午前中学校行って、で午後そのいつもゲームウェブの収録だったんですけど、電車に乗って制服で行ってましたからね、そうですよ、ゲームマンさんはちょっと私あまり詳しくお話をしたことがないので、あの、ね、本業は何をされてるんですか。一応まあ今ライター兼、まあ、うん、最近ちょっとゲームも作り始めまして、あそうなんですね、はい、あそうなんです、その流れでゲームウェブにも出演されてたんですね。そうですね、まあ、うん、
ちょっと仕事のあんまなかった時期なんで、まあ、ダメ元でちょっと番組に出たいみたいな感じで手紙出したら、そのスタッフの方がノリが良くて、そうなん、田中さんかな、ですね。そうですよ。それで出させていただいたんですけど、はいはいはい、まあちょっとその、まあ、今だから話しますけど、教えてください、出たいっていうその手紙を、うん、ちょっとまあ普通のあれ手紙もなんなんで、はい、ちょっと挑戦状という形でちょっと、ね、新しく書き直してほしいという形で、はい、普通じゃなんだからね、はい、ですから番組上に、出てきたのはもうちょっと挑発的な文章で出てきたんですよね。そうなんですね、はい、それからまあ毎年出るようになって、そうですね、年に1回くらいなんか、そうなんだ、そう呼ばれまして、この間もね、はい、YouTube でゲームウェブを、まあ、知り合いと見てる時にゲームマンさん出てましたもん。なんであのもし当時の映像をご覧になりたいという方は YouTube で検索してみてください。ゲームマンさんがね、まあ、なんか、まあキャラクター的にはしょぼいキャラクターで自分で言っちゃうんですか。いや大丈夫です、もう今もっとしょぼくなってますから。そんなことないですよ、ね、でも今だってお仕事でもゲームを作られる、そうですね、ということもされてるんですもんね、はい、どういったゲームなんですか。まあちょっと昔風のアドベンチャーゲームを、うんうんうん、まあ、携帯電話と、はい、あの Android に、そうですよね、今ねアプリとかすごく充実してますから、ね、そうですよね、うん、だからいろんなアプリが充実してる中で、うん、埋もれてあんまり売れてない。売れてないんですかね。いやいや、でもちょっと予測に、うんうん、これからですよ、これからですよね。そうそう、売れる、売れるって絶対、それだけは強く思ってください。なんか、なんかあのこの間ねある人に聞いたお話なんですけども、またちょっとあの例が変わっちゃうんですけども、はいはい、松田聖子さんっていらっしゃるじゃないですか、はいはい、あの方っていうのはもう本当に当時デビュー当時ですね、あの絶対私毎日毎日神社に行って、大丈夫おじいちゃん寝てる寝てない、大丈夫、よかった、今目つぶしたから寝ちゃったからもうちょっと。まあね、あのその松田聖子さんって当時、うん、もう本当にアイドルの駆け出しの頃は毎日神社に行って私は絶対にスーパースターになるって言い切ってたらしいんですね。ほう、やっぱりそれをやっぱ見てた周りの方々って、ね、やっぱこの子は何かが違うっていう、だからなりたいっていうのもそうですし、あ、相馬さんこんにちは。そう、なんだろう、そういうのもあるんですけども、あのそういう強い意志がやっぱり大事なんじゃないかなと思ったので、うん、神社行きましょう。いや、そういう問題じゃなくて、そう、でもそれもそうですけど、私あの自分で絶対にこうなるんだっていうのを強く意志で持ってください。すごいですよ ね、そう、だからその話を聞いて私も、あ、なりたいなりたいって言ってるだけじゃなく絶対なるんだっていう自分でその強い自信とかね、そういうのが大事なのかなって思ったんですよね。大事だよ、大事ですか、うん、大事だよ、あ、やっぱこう自分でそうやって言い切るのも大事ですか。そうそうそう、意思なんですね、うん、なるほど、すごいな、そうなんです。でなんで、まあ、ゲームマンさんもね、うん、あの全然もうこれからも、これからですよ。勉強になります。いや、ごめんなさい、超上から目線で。姉さん勉強になります。十何年ぶりに会ってこんなエロそう、エロそうだった。エロそうだった。まあ、偉そうですよ。いや、すいません、ちょっと今、ツッコミが思いつきませんでした。でも私当時ほら16、17歳だったじゃないですか、はい、大人になりましたかね。いや、もう本当に、はい、いや、でも当時から結構、うん、大人っぽいというか、うん、はい、そうなんですよ。DVD もすごいの出したりとか。そうなんです。私のグラビアン DVD をお持ち、あ、はい、あ、はい、持ってます。本当ですか。持ってるんですけどちょっと怖くてまだ見てます。ずいぶん前に買ったの。ちょっと待って、怖いってどういうことですか。いや、だって、はい、そのね、やっぱり、うん、やっぱり高校生の頃のイメージありますからね。そうですね、頭の中にあります、はい、制服着て刃が入ってた時期ですから、私が。そうですか、まあ、じゃあ逆に今日ね、久々に会って、はい、ちょっとご自宅帰ったら見てみてください。どんな気持ちになるかっていう。怖い、それ別な意味で怖い。どういう意味だよ。ひろみさんがすごい秘話を聞けてますねって聞いてますよ。あ、 ありがとうございます、ね、そう、ひろみさんもずっとゲームウェブの頃からあの見てくださってるので、はい、ビストロ竹澤さんがこんにちは、やっと入れましたって来てますね、はい、
そんな感じ。なんか今日すいませんね、急に。いえいえ、帰ってどうも。今度 PC 版も出ますんで。あ、本当ですか。なんかあの、はい、告知があったらあの、はい、お願いします。はい、1986年制作という設定で作ってます。はいはい、横浜妖精奇譚っていうちょっと難しいタイトルのゲームなんですが、はいはい、携帯電話と Android と、はいはい、iPhone は、 iPhone はその制作会社がちょっと、すいません変な質問して。いえいえいえ、よく聞かれるんですけど。はい、まあでもアンドロイドと、あと今度 PC でちょっと今作ってますので、はい、かしこまりました。もしよろしければ、ね、はい、ぜひご覧になってくださいね。ゲンマさんのツイッターなんかもやられてますからね、はい、ね、フォローしてくださってるのありがとうございます。ありがとうございます。なのでぜひ皆さんも、はいはい、あのご覧になってみてください。ということで、10年ぶりですね。ゲンマさんありがとう。ありがとうございます。本当に後で一緒に写真撮ってください。はい、ということでゲンマさん急でしたがありがとうございました。すいません、ちょっと普通ですいませんでした。失礼します。ありがとうございます。ね、退散します。あ、そうだ、じゃあ退散してください。ありがとうございます。はい、ということでね、もう じいちゃんゲンマさんわかる？私がほら昔番組見たときに。わかるよ。あ、本当に？わかってるよ。あ、本当？年に1回ぐらいの時わかった？そう、わかった。だってちゃんともうお前のやつはね、うん、もう最初から全部。はい。見てるの。ありがとうございます、うん、本当に愛を感じますよ。本当に新聞も出るともう新聞を切り抜いて、うん、はい、ちゃんと撮ってありますよ。ありがとう、超嬉しい。どうしよう、ちょっとそれ後で話そう。私、ね、ちょっとキュンときちゃうからこれを。はい、ビスの滝田さんすごいレアですね。そして CK バンドさんがジャサヤカちゃんアカペラでガーベラでも歌ってください。ちょっとこれはね、ちょっとね、ある番組に私失敗してるんでこれはできない。でもね、ちょっと今ちょっとゾクゾクとダメだよ。ダメだよ。怒んないでよ、じいちゃん。ちょっと歌わなきゃダメ。分かったから、ちょっと待ってってば。じゃあ自分が、あのですね、今ちょっと私の同級生来たんで来ちゃってください。ちっちゃい人のあたり来て。ちょっと今日ね、あのシンガーソングライターのゲストの方があの病欠だということなので、あの来てくださいね。やっぱりご覧になってる方もあの花があった方がやっぱりいいんじゃないかということでね、うん、ぜひあのということでですね、続いてのゲストは私の小学校中学校の同級生ナタリちゃん千秋ちゃんです。どうぞ。また違うんですよ。久しぶりでしょ。はい、どう。そうなんですよね。もうチーとナタリ、ごめんね。いや今日たまたまあの番組見に行こうかななんてメールが先ほど入って、私いつもだったら来なくていいよってメールするんですけど、するんですけど、やばい、これはちょっと2人に助けてもらおうかなと思って、お願いだから来てくださいって言われたらすぐに飛んできてくれました。そうだよ、ね、からの電話が鳴ったからね。そう、本当にやっぱり困った時の友達っていうのはこういうものですね。ありがとうございます。あのですね、助けの神だよ。本当そうですよ。であのごめんなさいね、皆さん質問になったらじゃあガーベラで聞いてください。いやいやいや、じゃあガーベラで、ね、まあ、ちーちゃんがもう小学校からもずっと仲良くって、でナタリもそうなんですよね、はい、で千秋に関しては現在妊娠6ヶ月もうすぐ7ヶ月、7ヶ月ということでおめでたですね。もう本当あのでナタリに関してはあの私いつもまつげのエクステとか行くんですけど、恵比寿でお店やられてるんですよね。はい、そうなんです。なんてお店でしたっけ。恵比寿のガーデンプレイスの近くのルイールです。ですよね。ガーデンプレイスってすごい場所もよくって、はい、ね、いつもありがとうございます。安くしていただいて。これ見たできっとサービス、あ、初回は 40% なんで、あの恵比寿ルイールで検索していただければ、はい、あの初回は 40% オフということで、はい、恵比寿ルイールです。ネイルもやってます。ねえ、ネイルもやってるもんね。はい、そうなんですよ。まあそうやって同級生がね、いろいろと輝いていろんな道で行ってるので、私もいつも負けてらんないなと思って頑張ってるんですけども、なかなかまだ溺れなくてごめんね。サイドのサイゼリアから。そうなんですよ。あの本当に私がデビューしたのが15歳で、高校生の時だったので、あの
当時私まだヘアメイクさんとかいない時期、まあ、今もいないんですけどいない時期に本当にこの2人は、ね、私の髪型をやってくれたりメイクを担当してくれたりして本当にありがとうございました。それこそだからゲーム部の時からでしょ。そうゲーム部の時に毎日うちに来 来て朝6時ぐらいに朝6時に電話して今日ちょっと朝早いロケだからお願いって言ってじゃあ鍵開けとくからそうそうやっていただいたりとかしてて本当になんか周りの人に助けられてるなっていうのを感じますよ私は。ありがとうございます。愛されてるから。ありがとう。愛されキャラ。すいません。ねえ、お世話になってますよ。一時中学生時以来2回目。そうかそうか。じゃあそうですね。久しぶりにね、あったと。ねえ、どうですか？どうですか？どうですかってもうなんどうしようかね。みんなが聞いて楽しい話、まあ、多分ないからじゃあカペラで、はい、そうですね。でひろみさんがよく編み込みとかしていただいてる方でしょうか。だってであそうですね。そう本当に2人とも上手いんですよ。編み込みがね、コニちゃんそう大好きなのね。そうミニとか全部編み込みだから今も番組放送中にもやってもらってもいいぐらいすごいパパパってやっちゃうんですよね。じゃあ、やり始めようかな。でも道具じゃないけど。あ、そっか。ないかな。そうなんですよ。すごくあの器用で2人とも。ナタリは今ほらネイルとあのまつげの仕事してますけども、もともと美容師をやってたんだもんね。そう、だからすごく器用でやってくれる。ね、ありがとう。本当に。千秋もね、もともと。あの私が小学校の時に両親が家に、まあ、たまたま仕事でいないとかいう時がたまにあってその時に千秋ん家に夜行くといつもご飯作ってくれたんですよ。そうだったんだよ。そう、そんなこともありましたよね。本当にありがとうございます。すいません、なんかうちわすぎてもうすべて今日のゲストのせいでした。そうなんですよ。そうだ、今日もあの素敵な花が届いてます。谷さんどうもありがとうございます。今日もガーベラです。そうなんですよ、あのガーベラっていう CD も私が、去年の4月に出させていただいたんですけども、ユニバーサルミュージックの方から、その時も2人はねガーベラを持っておめでとうってすごく祝ってくれてね、ありがとうございました。ねえ、はい、おじいちゃんがすごい俺言ってそうそうそうCK バンドさんが真ん中の方は見に行った時にお会いしましたって。あ、そうですね、あの一応観覧に来てくださった時にチームも来てたのでその時にお会いしましたっていう方が、うんうんうん、ねえ、お久しぶり。覚えてます。そうですね、だからそう、私もう同級生だからさ、しょっちゅう会ってるわけじゃないですか、私たちも。だけど当時本当にあの私が、まあ、ゲームウェブもそうですし、渋谷系女子プロレスっていうプロレスの仕事をしてた時期とかも、あのディファーでやけど私興行をやったんですね、プロレスで。私がオレーとか言ってやった時とかも、井上京子さんとか、そう、高子さんとかも出てる時もね、その時も来てくれたりとかして、なんか二人には支えられています。本当にありがとうございます。改めまして。なんか私の秘話とかないですか。自分で聞いたんでしょ。なんか実はさやかこうだぜみたいなのあります。ありすぎて。どうやって言ったらどれが言っちゃダメなのかちょっとね。もういいよ、言っちゃえよ。いろいろ出てくる。今更怖いことはありません。27にもなったので、あらか3人で、はい、そうですよ。なんかないかな、私のいっぱいありすぎて。いっぱいありすぎて、なんか一つ引っ張り出してちょっとあの軽いやつにして。ないですかね。ヒワでしょ。ヒワ、おっちょこちょいっぱいある。おっちょこちょいのイメージあるんだけどね。これって言って、ね、この間も足捻挫してたしね。軽い捻挫かと思ったら、しょっちゅう捻挫。そうやってありがとうね、わざと軽いやつ出してくれて。本物今取っといてくれでしょ。言っちゃいけない芸能いっぱい。ちょっとどういうことそれ。写真なんか、まあ、今度写真とか、じゃあ、はい、写真ね。あ、いいよいいよ、ね、もうすっごい太ってた時期とかもありますし、私ね、ギャル時代のギャルではない。昔はね、顔に涙のね、シール貼ってた頃の中、歯に塗ってる写真もいまだにありますね。いや、私当時も仕事をしていたからギャルになりきれなくて、でもなりたくてみたいので、そう、肌は焼けないけど、そう、肌は焼けないんだけど、なんかこう当時ですね、あのルーズソックスが流行った時代ですよ。あの時に顔にシール貼るのとか流行ってたんですね。知らないかもしれない、ね、あ、ね、あのなんちゃって女子高生や年ごまかれちゃった。
中学生なのにね。そう、中学生なのに高校生の格好をして高校生ぶったりとかもしてましたし、スナップ写真にちょっともうそういうのあんま言わないでまあでもやっぱ中学生の頃から出たがりだったので、今千秋が言ったように、あの街に高校生の格好をして、あのねえ、まあ当時、まあ、大宮とかその辺に遊びに行ってなんか街で写真撮られて、なんか出る出るっつって出てた時とかね。で中学生は出れないからって言って高校生で嘘ついて出てたりとかしてましたね。とんでもない嘘つきですからね、私たち。最悪じゃないですか。ほらみんなもチャット合わせが止まっちゃいました。何か何かあったら、はい、何でも今日はもうぶっちゃけトークでいきましょう。ぶっちゃけトークで、うん、なんかじいちゃん日はある？さやかちゃんのなんかこんな日はどうだったね。変わんないか昔からさ。変わってるよ。そうでしょ。変わってるか。そうなんですよ。私じいちゃんに聞いてびっくりしたんですけど、私あの今でこそこうですけど、それこそ保育園小学校の時はすごく恥ずかしがり屋だったんですよ。恥ずかしがり屋で、もうカメラ撮ろうかなと思って、もっとあれどこにいるのかな。それでまあ隣にうちの家内がいて、うん、お父さんほら先生のもう後ろ見てごらん、あそこに隠れてるよ。そうなんですよ。そのぐらい筆記だったの。そうなんです。なんか、うん、両親とかじいちゃんに運動会とかね、そう、うん、そう遊戯会とかカメラとか向けられると、うん、すぐ人の机に隠れて撮られるのが嫌で嫌で、そうそう嫌で嫌で、今だったらもうどんどん出てきますみたいな感じ。何の仕掛けでこうなったの、まあ、誰の携帯でもセンターにいますから。そうそうそう、誰がメインなのかっていうぐらいセンターに。そう、その当時はもうそうでもなかったね。そうですね、カラッと変わっちゃった、ね、どこから変わったんだろう。多分私すごく抑えてたんだと思うんですよ。すっごい抑えてた。両親にもじいちゃんにも遠慮して遠慮してきたの。それがある時スカウトされたのときっかけに、もうこれを全部世に出していこうと思って、はい、参ったな。参ったな。変わっちゃったと思いますね。はい、ひろみさんが日和の遠慮感が生々しいですね。そうだから2人が遠慮して私のこと言わない、まあ、バレちゃいましたね。びっくりすぎて泣いちゃったりとかね。え、どういうこと？びっくりすぎて泣いた。あ、ちょっと待って。分かった。それ言っちゃダメだ。それダメだ。それダメだ。そうそうそう。いや、なんか実は言ってたことがあって、それにあまりにもびっくりすぎて泣いちゃったっていう事件とかあのですね、私本当に私高校生の時ですね。あ、ちょっと待って、あのすごくそれが一番強烈だったかもしれない。その一言で分かるもんね。そう、あのすごく男の先輩とか男の子とか同じ高校のね子たちに可愛がられてたというか、可愛がられてたんだよね。いじられて、いじられキャラだったね。自分一生ネク政権みたいな感じでいじられてて、でその時になんかなんでよとかつって言ってたら、なんかその一人がなんか調子乗って脱ぎ出しちゃったんだよね。それに私がちょっとびっくりして泣いちゃったっていう、なんかどうでもいい話でした。はい、ひろみさんがどこで変わったんでしょう。そうなんですよ。そうそう、あ、そう、どこで変わったんだか、まあ、だからそれこそ本当なんかそのきっかけですね。何かこう本当に抑えてた子だったから、多分どっかで爆発したんだ。そう、どっかで爆発したいっていう願望があって、ある時から変わったんでしょうね。高校へ行くようになってから変わってきたんだよ。え、もっと前からじゃない。もっと前から。小学校の時にはもう変わってたと思う。一緒に前行くって言って行ったあたりからもう違ったの。小学校6年生ぐらいの時からもう両親の時ね、いい子でもっていたんだ。あ、そう、ね、どういうこと。ね、リーダーの前ってこと。まるで私がいい子じゃないみたいな。前ではいい子ぶってたんだ。私はいつもこのままですよ。両親の前でもこのままですよ。あ、そう。いやーか、いやーそうでもなかったよ。もう別に別にね、2人が私を悪いこと言ってるわけではないから悪くなったわけじゃないんだけどね。そうそうそう、そんなこともありましたね。はい、いや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 、自由が丘とかは、あ、よく来るんだよね自由が丘は。いや、2回目ぐらいか。全然だね。なんか今ちょっとテンパってるでしょ。次は何の話をさ、こんなこと考えてこっちが違うのを聞いていう感じなんですかね。なだれなだれでじいちゃんと喋ってるんですよ。そうなんですよね。まあでもあの自由が丘のこの
ビルそうなんですけど、本当に美味しいお店がいっぱい入ってて、でね、今日もあの自由が丘からすごくあのいいお店が来てくださるので、ぜひそれをみんなでじゃあ試食しようかね、はい、試食しましょうじゃあみんなで、うん、はい、はい、じゃあここで一つのコーナーに参りたいと思うんですが、自由が丘のね、あのおすすめのお店を毎週紹介しているんですけども、本日は自由が丘フティマルシェより石島シェフお願いいたします。すいません突然でどうも石島さん、こんにちは、はじめまして、石島さんはプティマルシェということで、そうですね、はい、プティマルシェはフレンチのお店ですか、はい、お聞きしたところによると、自由が丘のフレンチ料理屋さんの第1号店、いや1号じゃない、1号じゃないですか、はい、まあ、その前からもいろいろありました、いろいろあるけども、でもあの、はい、なんていうんですか、あのシェフが料理を作って、はい、マダムがサービスをする、うん、そういうなんフランスにどこにでもあるような、うん、そういう店はあのあんまりなかったんで、はい、そういう意味ではそうなんですね、はい、ですね、マダムという、そうです、ね、奥様ですか、奥様です、そうなんですね、そんな石島さんなんですけども、はい、本日はあの、あ、もう早速用意していただいてるんですけども、はい、こちらは、かぼちゃプリンですか、かぼちゃのプリンですね、すごい、素晴らしい、このかぼちゃプリンも、はい、とそうですね、当時走りでしたね、はい、走りなんですね、まあ、もやってないような時代でしたね、そうなんですね、本当にすごい受けて、今でこそかぼちゃプリンって言ったらもうなんかこう、まあ、ね、主流でだし当たり前でありますけども、はい、当時というのは何年前でしょうか、31年前ですね、31年前生まれてない、生まれてないですよ、私たちはまだ、ね、そんな頃から、そうですね、はい、なぜかぼちゃプリンを作ろうと思われたんですか、そうですね、うん、まあ、その当時こういうプリン、まあ、いろんなプリンありましたけど、はいはいはい、やっぱこう野菜を使ったプリンですか、うん、そういうの あ, のあまりなかったん で, そ, うですよ、それでかぼちゃは、まあ、あの美味しいよっていう話を聞いたんで、でうち の, あのマダムですか、はい、奥様、マダム、はい、マダムはあの新潟の十日町出身なんで、十日町、はい、そこで美味しいかぼちゃ が,、ね、ちゃがこう出てるんで、ホクホクだ、はい、ホクホクな、はい、ですからこの普通のプリンより濃厚ですね、はい、すごい、あ、本当ですか、本当にもうかぼちゃかぼちゃって感じ、本当ですか、ちょっとあのこれ見ているだけでちょっとすごく、見てるだけでやめちゃったいいですかね、本当ですか、じゃあ、はい、すみません、ありがとうございます、そうなんですね、じゃあかぼちゃプリンは、あのお昼に行っても夜行っても、そうですね、今は、はい、まあ、あの毎日は作ってないんで、はいはいはい、日曜、日月火ぐらいですか、あ、今週はずっとやってますけど、あ、本当ですか、そのあの日曜日あのカフェもやってるんで、その間の時間ですか、ランチタイムとディナータイムですね、その間にランチタイムが、11時半から、はい、午後の2時半まで、2時半まで、 で、ね、ディナータイムが通常、夕方の5時半から、はい、9時半まで、そうですね、その間も日曜日に、間も日曜日やランチ、もうカフェで、カフェで、はい、提供してます、なるほど、ぜひぜひですね、はい、場所は自由が丘のどちらになるんですか、そうです、熊野神社っていうのが分かりますね、そうですね、熊野神社の斜め前ですか、あ、そうなんですね、あと黒船の斜め前なんですけど、うん、じゃあもう駅からもう徒歩すぐですよね、はい、3分4分ですぐらいですね、はい、そうですね、もうまっすぐ歩いて左入ってすぐですから、じゃ近いからいいじゃないですか、女子会で、そうですね、女子会で、はい、女子会とか今女子会っていう言葉とかご存知です、なんかもう今、女の子でなんかそういうあの、はい、あのメニューをやってます、本当ですか、はい、あ、じゃあぜひ私たちもよく女子会で飲み放題になりますね、ありがとうございます、飲み放題なんですね、ちなみに飲み放題は、ランチが1800円から、あ、そうです、ね、でディナーが、3200円から、そうですね、すごい良心的ですね、で飲み放題もつけることができるんですね、はい、そうですね、ワインなど、様々な種類があるんですね、いいですね、もう特に千秋なんかもすごくグルメで赤ワインも大好きですし、フレンチとかもよく食べ歩いてるからね、はい、そうそう、今ちょっと妊娠してるんでね、はい、生まれたらそのお祝いとともに、はい、行かせていただきたいと思います、はい、その時は多分じいちゃんも一緒に、はい、来るといや、おじいちゃんは、ね、はい、何今度は、記事とかそういうお祝いは、今年82歳、82歳、はい、はい、
え、なんでですか、今記述っておっしゃいましたけど、そういうなんかお祝いの時に、うん、そうですね、いただければと思います。はい、次のじゃお祝いって言ったら90歳、あと8年後になっちゃいますね。88もありました。88歳も、ね、大丈夫だよ。そうですね、もちろんもちろん。でもほら今すぐ行きたいけどさ、今は日本人は140まで行けない。そうなんですか。だってじいちゃんも昔から、まあ、最初、うん、まあ、120まで生きるよ、もう孫に、うん、お父さん、お父さんって言ってるのね、うんうんうん、お父さん120じゃないよ、今140歳までは日本人は生きるんだよ。なるほどね。そうなんだ、じいちゃんはいけるから大丈夫。一生懸命今鍛えて、まあ、それまで生きようかな。はい、そんなじいちゃん来ましたよ、パンプキン。だからそう、先ほど言ってたね、かぼちゃプリンですよ。ありがとうございます。あー、美味しそうだ。うわー、素敵だこれも。ねえ、すごい、うわ、ふわっとしますね。これは140歳まで生きなきゃ。いや、ほんとに。美味しいものいっぱい食べなきゃ、まだこれから。ねえ、このカラメルソースもたっぷりかかってますけども。はい、いただきまーす。いただきまーす。美味しい。やわらかい。本当ね。あの本当に歯がない赤ちゃんでも食べれるぐらい柔らかく。美味しい。美味しい。すごいかぼちゃの味がする。ふわふわしてる。すごいそのね、新潟のかぼちゃの風味がふわっと広がりますね、これ。じいちゃんどうですか？美味しい。美味しい以外に言ってんの、さっき言ったよね、本番前に。もうこれあの。どう美味しい？冬の時にこう、冬の寒い時のその味だよね。濃厚な。濃厚な。なんと見えないでしょ。当時の時のかぼちゃ、うん。そうですよね。ほら。あ、これ長生きしなきゃ。するよ。するよ。かぼちゃの種類はなんてかぼちゃなんですか？まあ、これは普通のあの栗かぼちゃですね。栗かぼちゃ。はい、栗かぼちゃ。おいしい。これあのワンホール作るぐらい作るのにどれぐらいのお時間がかかるんですか？あ、もう最初からですか？うん、あ、でもあの蒸して、うん、であと裏ごしして、はい、で栗あの牛乳とか伸ばして、はい、で焼き上げ、焼くのにやっぱこれゆっくり焼かないと。そうですよね。結構かかるんですね。かかりますね、1時間以上。これだけとろっとろな、はい、でゆっくり火入れないと、うん、こういう出 出ないですよね。長くするこれでは絶対だよ。おいしい、すいません。おいしい、食べちゃいました。ごちそうさまです。早い。いやいや、すごくおいしかったのでペロッと。あ、みんな遅いね。私が早いだけですかね。そんな石島さんなんですが、先日3月3日にお誕生日を迎えられたんですよね。その際に撮られた写真が、あ、そうですね、はい、ちょっと見せてくださいよ。わあ、そうだろうね、60歳になられたんです。還暦で、若い。若いですか？そうですね、ちゃんちゃんこを着て。おじいちゃんも若いですよ。いやいやいや、若いですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。マダムと仲良く。こういったデザートはすごいですね。これもお店で、自分はもう、はい、その還暦、これもそれも嫌で嫌で。なんでですか？やっぱ嫌じゃないですか、なんか。おめでたいことですけどね。嫌だなと思って、うん、ね、いたんですけど、はい、その自由が丘のシェフ連中ですか、はい、ここに来てるあの相馬シェフ、相馬シェフ、よかったら相馬シェフちょっと、あと井上シェフですね。はい、でみんなが企画してこういうパーティーを。そうなんですね。でそのパーティーを やりまして、はい、そこにもう入った途端、はい、なんていうんですか、もうこれはこの自分は主役だ、うん、結婚式以来だなと思います。なるほどね、そういうことですよね。まあ、結婚式は2回3回できますけど。なるべくならしたくないですけどね。あの還暦の祝いはもう一回しかできない、一生に一度ですからね。すごい、本当にあの楽しませていただきました。そうですよね、もうこの表情が物語っていますよね。こんなとびっきりの笑顔で奥様とマダムと、本当にもうこの時は、はい、
つまみに徹しましたね。もう酒の魚に徹して。本当ですか。いやでも美味しいワインを飲むための、うん、なるほど。でもね、最高な誕生日を迎えられましたね、はい、迎えられたんじゃないでしょうか ね、 そうですね。もうこの写真が本当にこの幸せそうな石島シェフが、ね、素敵じゃないですか。これはもうお店の店内ですか。あ、これはそうですね、うんうん、フランネルの。あ、そうなんですね。そう、先ほどフランネルさんとかも、はい、以前この番組で、はい、井上シェフだったり、相馬シェフだったり、ね、たくさんのシェフがいろいろとたくさんの料理を持ってきてくださってるんですけども、はい、ね、はい、ということで今日はまたもう一つご用意していただいたということで、はい、本日は、あ、うわ、ちょっとちょっと、いやこれもスイーツじゃないですか、おかしい。いやー、たくさんの、これ全てチーズ。そうですね。何種類。そうですね、今は14種類のチーズが、はい、生きててよかった。わかりました。すごい。じゃあこちらから何。こちらの洋酒系ですね、はい、エコアスとか、これは赤ワインの周りを、熟成させた。赤ワインで熟成させてるんですか。ピノノワールチーズなんですけど、へえ、これもね、カマンベールですね、青カビ、うん、そうですね、青カビ、チェダーで、あとハードタイプですね、こちら、あとヤギ、これはメイメイ、ヤギさんですか。そうですね、ヤギの、うわー、ヤギだって、でうちはまあ、チーズをこう、はい、今こんだけ置いてる店はなかなかないと思うんですけど、なかなかチーズ専門店じゃないからね、はい、その食後にやっぱフランスでは必ずチーズっていう、そうなんですね、習慣がありますから、はい、これをこう、うん、こう広めたいと。なるほど、そうなんですよ、はい、でそのために最初ですね、はい、そのただでそのワインを飲んでるお客さんにいかがですかって勧めて、はい、でもうその浸透させていくために、浸透させていって、はい、で今はこうやって置いても回転数が出るように。そうなんですね、すごいですよね。もう昔から言うそうですね、得取れですから。なるほどね、でも大事ですよね。広めるためにはそれは大事なことだ、うんうんうん、どこかでこうリスクを考えていかないと、ね、ばっかり考えないでね、はい、でも本当チーズ、うん、皆さんも好きだと思うんですけど、大好きです。これは本当に体にいいんですよ。、はい、ですよね、発酵食品ですから。本当に朝食に私毎朝三角チーズ食べてます。そうですか、はい、そう、そんな石島さんなんですけどね、今でも年に2回フランスに渡って料理の研究、探究をしているという。あ、それはもうちょっと昔の話。あ、なんでちょっと。そうなんですね。今そんなに行ってないですけど。え、いやでも、それまでは行かれてたっていうことですよ ね、 食べてましたけどね。ちょっとおじいちゃん静かにしてくれる。ナンパ始めないでくれ。すいませんね、人が話してるんだから。そうなんですね、完全にもこっちで。そうなんですよ、ちょっと目離した隙に女の子に話しかけちゃう癖があるので。優しいんですよ、おじいちゃんね。ちょっと肩肘寒くないって。そうやっていっぱい女の子、電話番号聞かれたら。本当ですよ、本当聞かれるから気をつけてね。すいませんね。ね、じゃあ、はい、召し上がりますか、ね、え、いいんですか、じゃあ、おすすめとかあったりします。あ、もう逆にめったに食べれないものとか、ね、食べやすいものがよろしいですかね。そうですね、もうじゃあ、まあでもめ、はい、そうですね、これめったに食べれないようなものが、はい、食べたいですので、はい、少しで、はい、ちょっと甘めで美味しい、はい、ありがとうございます。本当お店でもああいったケースに入れて、そうです、ね、皆さんにお出ししてっていう、そのうちの店はちょっと狭いんで、はい、普通でしたらそのなんですか、デザートをああいうふうにワゴンサービスでこう、はい、ありますよね、出したいなっていうのもあったんですけど、はい、ちょっとそういう広さがないんで、なるほど、じゃ あ、まあチーズがいいかなと、うんうん、それも考えましたね、そういうことも。そうなんですね、嬉しいですよね、ドルチェチーズ。そうです ね、 ね、でも本当に浸透してきたんで。そうなんですね、あのチーズっていうのはそのコース料理に含まれてるわけではないですか。含まれてるコースもあります、あります、はい、あるんですね。あと別メニューも。そうなんですね、もう男性もそうですけど、女性もやっぱもうチーズ大好きじゃないですか。です、ね、私たちもチーズが食べたくてどこ行こうかなって話をするぐらい好きなんですよね。ねえ、ねえ、ね、チーズと本当にパンと合いますね。ワインがあればあったら、もう全部発酵食品ですから、ね、そうですね、体にはいいですよね、うん、
いいじゃないですか。チーズさえあればもう。そうですよね。ご飯にチーズだけで大丈夫。うん、美味しいよね。美味しい。美味しい。そう、ひろみさんが美味しそうって来ててね、CK バンドさんがザチーズ全部味見しちゃダメですよって来てます。多分あのほっとくと私たち全部食べたいって言い出しちゃうっていうのを多分ご存知なんです。ちょっとずつちょっとずつ。そう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 。なんですね。そうなんだね。まあじゃあチーズ待ち遠しいですね。本当に。まあ、チーズだけでなくて、うん、あ今日はあの料理は持ってこなかったんですけど、もう、はい、あのプリンはあったんですけど、もうプリンあんな立派な、あの料理の方も美味しいですよ。わ、はい、かりました、はい、ね、ランチもやられてるということなので、ぜひ今度ね行かせていただきたいと思います、はい、お店やっぱり女性のお客様が多かったりしますか？あのランチタイムは、はい、まあ、ほとんど女性の方ですね。やっぱりそうなんですね。で週末はあのカップルとか、いいですね、カップルなんて行きたいですよ。ジージと一緒に。そうですよ、本当はジージとですね。喜んで喜んで3対1でじゃあ3対1超幸せ。明日あれあのバレンタインのお返しであのホワイトデーで、はい、あのおじいちゃんあのすごいしてくださいよ、じいちゃん。はい、いや4名様さすが、さすがシェフですね。営業しないとちょっとうわ来ましたね。あ、バケットまで用意していただいてありがとうございます。こちらが、あ、それはあのくるみとレーズンを練り込んだ、まあ、クリームタイプのチーズ。すごい。これ初心者向けの、ね、あ、そうなんですね、はい、でこちらが、こちら先ほど の, あの赤ワインで熟成させた昨日のワールというチーズ。赤ワインで熟成させたって、はい、すみません、ちょっと紙の上で切った、こっちまとめちゃいます。あとワインがあれば最高なんですけど、ね、赤ワインです。ひろみさんがチーズいいな、ひたすら飲んでしまうって。あ、そうですね。そうですよね、はい、いつもこうして取り分けしてくれてありがとうございます、はい、すいません。じゃあこのワインの食べちゃおうかな。一緒に食べた方がいいです。じゃあこのバケットに乗せていただきたいと思います、はい、ワインで熟成させたお名前が、ピノノワール。ピノノワール、はい、いただきます。あのピノノワールってワインの名前。そうですね、ニュイドルピノノワールっていうチーズ。まろやかだ意外と。あ、でも全然ワインの香り、なんだろう、はい、ワイン、あ、でもワインだ、ワインだ。うん。後から来ますね、赤ワインの香りが。でかなり熟成してるんで、美味しいと思います。トレビアン。間違えてます？あ、大丈夫です。優しい。大丈夫です。美味しいよ。どうおじいちゃん。まあ昔の人間だから。最高に美味しい。生きててよかった。それ今日じいちゃん10回ぐらい言ってるよ。いや本当は10回でも2回でも言えるよ。そうそう、そういうのがな、そうなんですよ、うん、はい、シーケバンドさん香りだけで言わないでください。毎日がそういう発見があれば、うん、そうなんですよね、本当にそうなんですよ、はい、で本当にそのまま感情を出してくれるので、うん、本当に一緒にいて楽しいです、うん、どう？そんなに癖がなくて、ね、美味しい、美味しい、美味しい、癖ないですね。私もそう思ったほど、うん、思ったほどそうですね、うん、思ったほどはないです。そうね、よりは全然、うん、本当にもうこのタイプの女子タイプは、はい、あの臭いあるよりも臭いような、うん、ね、匂いが強いチーズがやっぱ中にはあるんですね、はい、で美味しい、美味しいね、うん、こちらがこのままたちょっとすみません食べる。うん、あ、甘い。ん？なんだ？あ、レーズンが入って練り込んであるんで、うんうんうん、ちょっと甘い感じ。あ、美味しいですね。これあの、うん、本当にあのお子様から美味しい。お子様が好きそうな味ですよね。なんかデザートっぽい感じ。なんかいろんな味が楽しめて楽しいですね。うん、なんか後口がすごいバターっぽいですね。これ。生きててよかった。また出ました。じいちゃん生きててよかった。生きててよかった。よかった。私もよかった。じいちゃんが生きてくれててよかった。本当に。
ね、まあ、140歳まで、ね、突っ走ってください。140枚生きる、ね、うん、でもこういったものもすごく体にいいですからね、チーズだったり、うん、じゃあまたフレンチ行きましょうね、じいじ。はい、はい、行きましょう。お願いします、はい、ぜひぜひ、ね、そんなプティメルシェの、石島さん、今日はね、はい、本当にチーズだったりあの大きな、ね、かぼちゃプリン、ね、本当にごちそうさまです、みんなでよ、せーの、ありがとうございました。はい、そんなプティメルシェは、自由が丘駅の、熊野神社からすぐそばということ で、はいでね、はい、ぜひ皆さんもランチタイムもディナータイムもあるそうなので、はい、ぜひ行ってみてください。お越しください。はい、ありがとうございます。はい、ということでプティマルシェから石島シェフ、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、どうですか、美味しいね。美味しいね、これちょっと、まあ、食べたい。美味しいね、うん、そういう感じで、はい、おじいちゃんペロリだね。ね、おじいちゃんペロリ食べた。うん、食べた。美味しかった、美味しかった。うん、美味しかった。あ、ね、まだ食うの？うん、じゃあちょっと食べてていいからね。はい、はい、ここで一つお知らせがあります。はい、毎週火曜日ですね、あの森本彩花のリラックストリームをこちらでやっているんですけども、来週の祝日ですね、あのこの番組はお休みさせていただきます。そして再来週の27日、が、森本彩花の最終回になります。いやでもですね、番組はあの続きます。あの毎週ですね、週替わりで4人の MC が、MC を担当してやっていくリラックストリームという番組にリニューアルします、ね、なので通常私毎週ここに森本彩花のということでやってたんですけども、はい、4月からは新しくリニューアルしますので、ぜひ皆さんもね、引き続きリラックストリームをよろしくお願いいたします。はい、で来週はお休みなのでね、はい、その辺もよろしくお願いします。はい、はい、ということでどうでしょう、あと10分ありますね。あと10分、うん、じゃあ歌っちゃってください。ちょっとやめて。だからもうそういうのはじゃあガブラ本当に黙ってください。大丈夫、歌ってればうちらもほら後ろから、うん、いいよ、もうこれ私一回失敗してるんですよ。どうしたの、何失敗したの、何をやるか。いやいや、なんか歌だしね、失敗しなきゃダメなの、成功にならない。そうそうそう、ね、じいちゃんいいこと言う。じゃあまたここで失敗しろってこと？何回失敗しとっていいんだよ。バカ頼んでね。うん。いやでも本当にそう思います。なんか失敗がない人は成功しないし。当たり前。当たり前ですね。あとね、あのなんだっけ、あのコンプレックスがない人も成功しないって言ってましたね。うん。もうコンプレックスだらけなんで、多分私成功しますわ。そう、違いますね。大丈夫だね。そう。はいはい、何を言って。だって。はい。ちょっと待ってよ、それ今私さ、ちょっとずつ話をずらしてってたんだけど今この流れはでも歌う流れだったよ今。あ、みんな敵が多いね。なんだろうね、ねえ、やだ、ダメよ、ダメとかさ、そういうそれダメだよ。大丈夫、また強くなるよ、後ろ向きゃダメだよ、もう。いやですね、あの、まあ、ガーベラという曲をですね、あの4月に出したんですね、あのユニバーサルミュージックから。で、どんな歌かっていうのがですね、あの今からちょこっとだけ歌いたいと思うんですけども、皆さん手拍子お願いしていいですか、ね、バックコーラみたいな、バックコーラ、ね、バックコーラちょっと歌うから、はい、でうちらが歌詞間違えるんでしょ。じゃあサビを、うん、サビがいいね。そうだね。ちょっと iPad ありますけど、いらない？そうなんですよ、なんで、あのちょっと喋ってて、3人で。あら、そうなんですよ、あの黙ってことだから、黙っちゃ困る、黙っちゃ困る、はい、ぜひあの皆さん聞いてくださった方いらっしゃいますか、触りだけでも歌ってってきてますね、じゃあ歌います。ですね、本当にいい歌でね、うちの両親も大好きで、そうなんです、車の中ですごい聴いてて、ありがとうございます。ちょっと聞き飽きちゃったって言ってから、電話かけると必ずそれが流れるから、そうの夢信じた道を走り抜く、やばい、楽しいから一曲歌ってもらいます。乗せると思ったからね、音が入ってた、一緒にやって最近どうっていつものガールズタイム、うつむいた胸の奥、気づかれぬように作る笑顔、
なたみたいになりたい。冬を越えて咲き誇れるように、人一倍泣いたっていいよね。人一倍笑える日が来るから、離さないよ私だけの夢。もうこれにしましょうか。ありがとうございます。そうなんで、あのね、ちゃんと CD になったものっていうのは今の歌よりもちゃんと補正されてる。補正というか、あの修正というか、レコーディングされてるんで、ぜひあのちゃんとした歌を聴いてください。よろしくお願いいたします。はいね。あの、まあ、歌はね昔から私歌ってますからね、うん、もうその辺でね、ちょっとテンション高くなってたでしょ今。もう常に高いです私は。あんな嫌だったの結構楽しそう。始まっちゃえばもう最後までやっちゃうから。そうなんですよ。でもやるまでの一歩だと思いません、ね、全て結構乗りやすいから、うん、結構意外に。ありがとうございます。そう、意外になんて言われちゃいました。意外にもできるコツを覚えちゃえば。そうそう、でも本当に全て何事も思いますね。なんかこうやるまでの一歩がこう思いだけで、やっちゃうと何のことなかったりとか、逆に失敗してもあこんなもんかとか、逆に頑張ればいいやって思えるようなことが結構最近ありますね。うん、ラブラもねそういう曲ですよね、うん、そうなんです。ありがとうございます。すごい作詞したのね。そうですね、私が作詞して、うん、作曲はあのしてもらってるんですけども、あのサスケの方にしてもらってるんですけども、ひろみさんが良かったです。恥ずかしそう。バレてる。ねえ、私シャイかな実は。まだ明るい方じゃない今日は。明るい方明るい方ね。まだ恥ずかしいうちに入らない。うんですよね。まあそんな感じなんですけども、あの本当に今日の一日はですねびっくりしました。私がここに現場に入ってきた途端にシーンとしてて、森本さんすいませんみたいな、今日ちょっとゲストさんが病欠でみたいな感じでどうなることかと思ったんですけども、本日はあの観覧に来てくださったあのゲームマンさんね、そして最後にもう一度お願いします。ゲームマンさん。はい、あのゲームマンさんとは本当10年ぶりぐらいの、あ、ありがとうございます。ゲームウェブだよ。そうだよ。ゲームウェブに出演されたゲーマーさんね、今日はなんか突然のピンチヒッターということで、どうもありがとうございました。ピンチヒッターっぽい格好で。そうなんです。そしてあの今日もね、あのまさかメールの返事が電話でかかってくると思う。そう、私あんまりそうなんですよ、電話しないからね。そんな時もでも千秋ちゃんとナタリちゃんも。本日はピンチヒッターとして、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、これからも私をよろしくお願いします。石島さんごちそうさまです。本当に、ね、本当にラッキーでしたよね。美味しいものいただいちゃって、本当自由が丘のプティマルシェの石島さんにも、はい、美味しいプリン、かぼちゃプリン、そしてねチーズも、はい、どうもありがとうございました。そしておじいちゃんも今日はねありがとう。毎度ありがとうだね。毎度そうですよ。毎週あの悩みを、悩みをあのじいちゃん解決するというコーナーがあるので、本日じゃゲームマンさん何かあの悩みがありましたら、はい。いきなり振られた。何でもですか、彼女ができません。どうしたらいいでしょうか。はい、おじいちゃんお願いします。彼女ができない、それダメよ、男として恥だよ。怒られてる。この地球でさ、男に生まれて女がいないと本当にダメダメということです。ゲーマーさんごめんなさいね、今日叱られちゃいました。せっかくなんで、じゃあこれ見てる女性の方がでもゲーマーさん優しいからすごく素敵な人が現れるはずですよ。そうよ、うん、頑張って今から、ね、うん、20年くらい言われてるんですけど。本当ですか。よく言われる。いい人で終わっちゃうタイプ。ふさっていったね。まあまあでも、はい、まあほら、ひろみさんがじいさんかっけーって来てるから、こんなぐらいこう強くいきましょう。そうですよね、自信を持って。じゃあ推しに強く。はい、じゃあゲンマさん頑張ってください、今後も。はい、お仕事、そして彼女を作るのが頑張って。はい、ね、じいちゃんのパワー、はい、あ、じいちゃん一人ぐらい彼女をあげたら力出せない。褒めようか。そうなんです、簡単に言っちゃう。いや、力強い。力強いですよ。そうなんです。
はい、ビストロさんが立ち直れないんじゃないでしょうかときますけど、大丈夫ですよね。ぐさーぐさーっとカツが入ったと思ってください。はい、頑張ってください。バネに、はい、ということで、はい、森本彩香のリラックストリームインコケツ横丁いかがでしたでしょうか。来週は祝日ということでこのリラックストリームもお休みさせていただきます。そしてその次の週27日は最終回ということで、はい、また番組を盛り上げていきたいのでぜひ皆さんご覧になってください。そしてこちらにもねぜひ遊びに来てください。公開収録なので観覧料が1時間500円、そしてお食事またはドリンクメニューを1品ご注文ください。特典もあります。こけつ横丁テナント全体のレシートもしくはお食事をされた方には出演者のサインの特典をゲットすることができますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、森本彩香のリラックストリームインこけつ横丁自由が丘からお送りしました。本日は急遽ピンチヒッターとしてゲームマンさん、はい、そして千秋ナタリーおじいちゃん、どうもありがとうございました。ね、皆さんも1時間お付き合いどうもありがとうございました。それでは再来週またお会いしましょう。せーの、バイバーイ。